皆さんこんにちは、日西田斉大子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、音楽イベントのトップバッターを務めさせていただくわけですが、本日は我々日西田斉大子ですね、姫路駐屯地に、駐屯しております。第3特科隊および第3高射特科隊の人員で、構成されております。本日については11名での参加になりまして、計4曲を準備しておりますので、最後までお楽しみください。先ほどお送りした曲はですね、流れ打ちという曲で、川の流れを太鼓で表現した曲になります。続きましての曲は、我々、自衛隊はですね、全国にあの自衛隊の太鼓のチームあるんですけれども、北海道の幌別駐屯地にあります北海自衛隊鼓というチームが、大元になっております。そこのチームが、入門曲として一番最初に、部員に教える曲、日本の春夏秋冬四季を、太鼓で表現した曲、四季打ちという曲を、実施したいと思います。それではお聴きください。いただきました。続いて3曲目いきたいと思います。3曲目についてですね、山に向かってこうヤッホーといえばヤッホーと帰ってくるあの山彦をイメージした曲、その名も、まあ、その名前の通り山彦という曲なんですけれども、実施したいと思います。それではお聴きください。
今日も聞きいただきました、やまびこに聞こえたでしょうか、続いてと言いましょう、もう次で最後になってしまうんですけれども、続いての曲については、武将という曲なんですけれども、この武将についてはですね、ちょっと余談になってしまうんですけど、昨日、世界不思議発見見た人いますか？見ました。世界不思議発見、僕も昨日ちょっとたまたまテレビで見てたんですけど、なんかランキングがあって、世界の死ぬまでに一度は行ってみたいお城、なんか、まあ、2位までしかなかったんですけど2位まで発表がありまして、まあ、1位が、ドイツのなんかどっかのちょっと忘れたんですけど国で、お城で、2位がなんと我々が駐屯している、姫路市にあります国宝姫路城、これが2位です。ありがとうございます。まあ、僕のもんじゃないんで何とも言えないんですけど、まあちょっと余談になってしまったんですけど、まあ、この武将という曲についてはですね、我々が駐屯しております姫路市の、国宝姫路城に、昔、おそらくいたであろう武将をイメージして作った曲であります。バチを刀に見立てた動きとありますので、最後までお楽しみください。なおこの後も音楽イベントは続きますので、最後までお楽しみください。それではお聴きください。武将です。